どうも皆さんこんにちは、ドレイクです。そしてセーザーライダーのチャンネルへようこそ。今回は飲んだことがないドリンクを紹介したいと思います。でこちらは近くの酒屋さんで無料でもらいました。それはこちらです。 What to drink before your drink の紹介です。 Before って意味は前って意味ですね。お酒を飲む前に飲む飲み物って書いてあります。でもね、スペルが違って Before B4 って書いてありますね。 Celebrate tonight, feel better tomorrow。 今夜パーティーをして次の日いい気分になりましょうって書いてありますね。 Orange, naturally flavored, lightly carbonated。 オレンジ味でナチュラルの味、そして軽い炭酸らしいですね。 No caffeine, vitamin supplement。 ノンカフェインでビタミンサプリメントらしいです。で上の方にビタミンやミネラルが入ってるなど書いてありますね。後ろはこういう感じですね。どんな時に飲んでいいかって書いてありますね。お酒を飲む1時間前に飲んでくださいとか、冷たく飲んだ方が美味しいですとか書いてありますね。エナジードリンクみたいに見えますね。近くの酒屋さんでは梅酒が売っています。梅酒を買いに行ったんですけど、レジスターで今日は飲み物を無料でお客様にあげてるので、これとあともう一つの飲み物があったんですね。どちらか好きなのを選んでくださいって言われました。で選んだのね、こっちだったんですよね。どっちとも見たことない飲み物だったので適当に取ったんですけど、面白そうなのでレビューしようかなと思いました。僕はこういうビタミンサプリメントとか買わないので初めて飲みます。お腹壊したりしなければいいんですけどね。オレンジの匂いがあって、で変な匂いが後から来ます。金色みたいな感じですね。それではいただきます。まずいですね。まずいです。こんなのは美味しくないですね。最初にオレンジの味が来たんですけど、後から苦い味がね来ます。ビタミンサプリメントだっていうのは分かりますけど、こんなのを飲む人いるのかって思いますね。最初は甘くて美味しいっていう味なんですけど、後からがねダメなんですよね。なんか吐きそうです。もっと飲んでレビューしなきゃいけないんですけど、味が美味しくないので飲むことができません。この動画の後誰かにあげます。で味がまだ口の中に残っています。点数は10点にしたいと思います。このチャンネルのレビュー動画の中で一番低い点数です。良かったところはオレンジの味だけですね。ちょっとだけ甘い味がね良かったですね。それだけです。テンションが低くなる味ですね。この匂いもねダメです。鼻がねやられています。であと値段は言っていませんけど、無料でもらったので分かりません。であとこちらのおすすめは絶対にしません。こちらは二度と飲まないし、二度と見たくない飲み物です。 What to drink before your drink の紹介でした。次回お楽しみに。それではジャーニー。